ゃないけど、いっぱい練習して活躍してみせます。練習の成果を出すとき。我が名は米っ子、運動会の頂点に君臨せし者。やーい、ダン。このスバ。一二一二。二人三脚ごときで我が歩みを止めることはできない。うおお、ちょ、早すぎ。うわあ、ちょっと熱くなった、反省。次はもうちょっと息を合わせることを意識して走りましょう。わかった。里に封じられし禁断の呼吸法、今こそ発揮すべき時。頑張っているようですね。ですが無理は禁物です。そろそろ休憩しては。水とおにぎり持ってきたわよ、よかったら食べて。わーい。じゃあ早速。うわ、米子ちゃん、私の分まで食べないでください。二人の服を見ているとレッドプリズンを思い出します。そんなの、私も早くレッドプリズンに入りたい。魔法を覚えて魔王を倒し。ああ、それは実にいい心がけですが、姉としては心配です。頼りになる仲間との出会いなども大事で。仲間ならもういるから大丈夫。へえ、コメコちゃんって意外と人付き合いが得意なんですね。どんな人なんですか？ロリーさん姉ちゃん。私ですか？それはその、二人三脚を制覇できたら二人で魔王も倒せる。さあ練習再開。うわぁ、ちょっと待ってください。このそば。パーティーメンバーの募集はあちらです。エリス教徒か、ミーアちゃん、みんなだね。あたしはか、ミーアはランサ、いずれは。今日は里の勝、冬勝負に遭遇。このスバ、このスバ。一気に一気に一気に息が合うようになりましたね。ギリギリまで練習した甲斐がありました。もうすぐ戦いが始まる。行こう。豪華商品、高級肉のために。ジュルリ、運動会で絶対1位になってみせます。見ていてくださいね、バニル様。運営用テントの組み立て終わったぞ。主催のララティーナお嬢様、次は何すればいいんだ？その名で呼ぶな。どういうつもりだ？だって今回は貴族としての仕事だろ。確かに。いや、関係ない。私をからかいたかっただけだろ。いいから早く、次に何するか言えっての。まったく。ひとまず一旦休憩にすると皆に伝えてくれ。あいよ。でも本当に集まるのか？ガラガラだったら俺としても困るんだが。100人近くの参加申請がすでに届いているぞ。
町のみんなが熱く競い合う姿が目に浮かぶな。それよりも困るとはどういうことだ？別になんでもないぞ。そんなに来るのか。当日も頑張ろうな。怪しい。そういえば今回もやけに協力的だったな。出店を用意したり設営を手伝ったり。人の善意をそんな風に言うじゃありません。俺はただ民に元気になってほしいってお前の考えに素直に共感しただけなのに。そうか。カズマがこういうことをするときは大概裏があるものだから、ついすまなかった。私もまだまだだな。ごめん、本当は疑われるようなことしてます。だってサキュバスのお店行き過ぎて財布超ピンチだから。リン、練習だからって手加減なしだ。俺のスピードにしっかりついてこいよ。はあ？二人三脚は相手と合わせる競技でしょ。運動会、出店も多いし商品に高級肉もある。ロリサお姉ちゃん頑張ろう。服まで用意してもらってなんですけど、私あんまり運動は得意じゃないから、やっぱ見学でも。おお、何やら面白そうな催しだな。当日は見に行くとしよう。ちっこいのも参加するのであろう。楽しみにしておるぞ。はい、頑張ります。他の競技ならともかく、二人三脚なら相手はガキのみ。悪いが負けるつもりはねえからな。あんたね、運動会はダクネスが住民のために開いてくれてるのよ。子供に優しくしようとか思わないわけ？思わねえ。女子供にはめっぽう強いダストさんだぞ。はあ、相変わらずクズなんだから。ごめんね、コメッコちゃん。大丈夫、高級肉の前に大人も子供も関係ない。コメッコちゃん、なかなか肝が据わってるわね。確かに。当日は頑張りましょうね。うん、本番までにいっぱい練習しないと。よーいどん。キャー、パパ、ごめんなさい、私のせいでコメコちゃんまで。大丈夫、二人三脚は運命共同体。次はもっとうまくやろう。二人とも意外としっかり練習しているではないですか。あの服ってアクアさんが運動会用に作ってくれた服なのよね。なんだかちょっと懐かしいかも。私たちも学び屋であんな風に過ごしていたことを思い出しますね。コメコちゃん、私ミスしないよういっぱい練習します。頑張ろう。二人三脚の商品のお肉が一番豪華だった。あの肉は私の。妹が日に日に大きくなっていきます。え、泣いてるの？ほら、ハンカチ使って。頑張ってるみたいだが仕方ないよな。これも大人の世界の厳しさってやつだ。あの息の合ってなさ、負ける方が難しいっての。こりゃ賭けには勝ったも同然。例の店で祝勝会だな。悪徳貴族が運動会を利用して賭けをするって聞いて一枚噛んだのは完全に正解だったな。このスマ、敵が来たら返り討ちにしましょう。兄弟の計画はさすがだよな。どう、なんでもない。このスマ、観戦のお供にお弁当や飲み物はいかがですか。応援グッズに記念の服もあるよ。はい、毎度あり。と、もうこんな時間か。
結果が気になるし、ちょっとだけ観戦してくるとするか。ほい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 、これがタマイレマスターの本気や。よし、予想的中、さすがだな兄弟。あいつらとはもう長い付き合いだからな、これくらいの結果を予想するのはたやすい。メグミンもダクネスも完全に予想通りだったからな。あ、ちょ、ヒヤー、勢いをつけすぎて大玉の制御が効きません。誰か助けてください、早く。なあ、動けば動くほど網に絡まる。障害物競争がこんなご褒美競技だったとは。たまりゃん。まったく、カズマ様様って感じだぜ。掛け金も倍々で、ほらこの通り。二人三脚でダストの勝利に全額ぶち込めば。頼むぞ兄弟、サキバスの店、夢の貸し切りのために。息が合うようになりましたね。ギリギリまで練習した甲斐がありました。もうすぐ戦いが始まる。行こう、豪華商品、高級肉のために。ジュレリー、運動会で絶対1位になってみせます。見ていてくださいね、パネル様。いよいよ私たちの番、二人三脚ですね。はあ、緊張してきました。それでは始める。出場者は前へ、よーい、ドン。1、2、1、2、1、2、1、2。いいですよ米子、そのままゴールまで突き進むんです。1、2、1、2。お肉、お肉、お肉、お肉って、掛け声が変になってますよ。おいおい、出すと予定と違うぞ。いい勝負しすぎだろ。こいつら予想以上に早い。こうなったら用意してたまきびしを。いや、ダメに決まってんでしょうが。そんなの使ったら一発で失格よ。っていうか、ただの住民のためのイベントでここまで必死になる、やっぱり怪しすぎるわ。何ボヤボヤしてんだ、もっとスピード出せ。負けるわけにはいかねえんだ。くっそー、急げー。1、2、1、2。バニル様に少しでもいいところを見せるために。お肉、お肉、お腹いっぱいになるのは私たち。ゴール、勝者ロリーサ米子チーム。やった、やりましたよ米子ちゃん。おい、おかしいだろ、俺らの方が先にゴールしてたはずだ。差はないに等しかった。しかし、わずかにロリーサが、いや、正確にはロリーサの胸が先にゴールインしていた。胸の差。嘘よ、ロリーサにも負け。え、終わった、全財産が。おい、助けてくれよカズマ。おい、俺の名前呼ぶんじゃねえ、賭けをしてたことがバレ。もうバレている、住民から相談があってな。最初からやけに協力的だと思っていたが。ゼクショー、いい夢見られると思ってたのに。大きいお肉を手に入れた。姉ちゃんたちも呼んでみんなで食べよう。ですね、打ち上げパーティーしましょう。バニル様も呼びませんか。こんなに盛り上がるとはな。新たな交流も生まれたようだし、開催してよかった。